気仙沼市図書館は宮城県気仙沼市にある公共図書館である。現在の気仙沼図書館は東北建築賞を受賞した。気仙沼湾を望む高台にある気仙沼図書館、唐桑文館、元吉図書館の三館がある。2006年に唐桑町と合併、2009年に元吉町を編入した経緯から三館となっている。2011年に発生した。 東日本大震災で当時の気仙沼図書館は損傷を受けた。現在の館は岡田新一設計事務所によって設計され、2018年3月に開館した。鉄筋コンクリート作りの3階建てで自動センターやカフェを併設し、西側に気仙沼中学校、北側に気仙沼小学校が連続する。かつての記憶を様変わりさせないため、 港から遠望できた桜の樹林越しシルエット、玄関の向き、2階へ上がる階段の見え方、初夏の間から桜が見える景色なども、ほぼ休館を再現した。市民、地元企業との競争が意図された、重機類や、各コーナーにおける光、市環境の工夫など、多世代向けのデザイン、バリアフリーユニバーサルデザインが評価され、日本建築学会東北支部から第39回。 東北建築賞作品賞を受賞した。同館の建設にあたって、インドネシアのユドヨの前大統領による災害復興資金200万ドルが充てられ、館内の1階の児童図書エリアは、ユドヨの友好子供館と命名された。開館時間休館日、ありがとうございます。